アウルス・ゲッリウスは古代ローマ白銀器の著作家、文法学者。ゲッリウスはおそらくアフリカ出身の家系でおそらくローマで生まれ育ったと思われる。ローマで文法学と修辞学を勉強した後、アテナイに渡ってそこで哲学を学んだ。ローマに戻った後、司法事務所を開いた。死や友人にはスルピキウス・アポリナリス、ヘロデス・アッティコス、 マルクス・コルネリウス・フロントといった多くの著名人がいた。ノクテス・アッティッキーは、ゲッリウスの唯一の作品で、アッティカで過ごした冬の長い夜から始まっていることから、この題名になった。執筆は、ローマでも続けられた。それは、ゲッリウスが話に聞いたり、本で読んだりした、面白い話のメモを一冊の本にまとめたもので、その内容は、文法、幾何学、哲学、 歴史と多岐にわたっている。意図的につながりや配列を書いた、この本は12巻からなっている。8巻のみ、目次だけだが、それ以外は全て現存している。ノクテス・アッティッキーは、社会の気質と当時の気晴らしに向けられた洞察と、失われた古代の著作家たちの作品が多く抜粋されている、ことにおいて価値がある。ちなみに、 この本の中にあるアンドロクレスの話は、しばしばアイソーポスのグ話集に含まれることがある。ありがとうございます。